まじい時代を戦ってきました。全力士の中で2番目に多い17回も対戦を重ねてきました。照強関の10勝2敗という、天空海関にとっては、ちょっと嫌な相手だったかもしれません。天空海関です。照強関の塩巻きをきっと受け継いでいるのが天空海関です。一場所違いが何度も戦ってきました。10回の対戦がありました。それぞれの力士の都合で、この間に入れさせていただきました。それでは炎鵬雄也さん順にハサミを入れていただきます。照強関と入門は7年も違いますが同じ学年です。共に小さい体でしのぎを削ってきました。今炎鵬さんも首の痛みと戦っています。まもなく土俵に向けていると思います。続いて隆の勝信明関、2年春場所初土俵の同期生です。同い年、教習所時代から切磋琢磨してきました。隆の勝関です。それではこの後は伊勢ヶ濱部屋の関取の皆さんです。7人順に登場いただきます。まず伯桜鵬徹也関、肩の手術、それからまた新たな怪我で苦しんできましたが復活はもう間もなくと言っていいと思います。伯桜鵬関です。続いて宝富士大輔関、8歳年上の兄弟子です。入門は1年違い、おそらく最も数多く稽古場で対戦してきた力士だと思います。宝富士関です。続いて錦富士流星関、ここからは照強関の弟弟子です。錦富士関、そしてこの後土俵に上がります緑富士関、共に年も近く互いに稽古場でしのぎを削りました。錦富士関です。続いて緑富士和成関、錦富士関とこの緑富士関が入門してすぐに照強関は関取昇進を果たしました。それを2人も追いかけてきました。緑富士関です。続いて武富士三木矢関、今年の3月場所の新入幕優勝という110年ぶりの大記録を打ち立てました。怪我も回復してきています。武富士です。次に熱海富士作太郎関、
谷富士関も入門の時から照強関には面倒を見てもらいました。三役目前です。そろそろ弾ける時です。谷富士関です。そして力士の新割は横綱照ノ富士関です。平成25年照ノ富士関が伊勢ヶ浜部屋に転籍してきました。当時同じ幕下力士として互いに厳しい稽古を積んだのも忘れられない思い出です。横綱照ノ富士神大関、では続いて公益財団法人日本相撲協会親方に入っていただきます。元関脇会議友綱一郎親方です。失礼しました。元関脇会生の友綱一郎親方です。大変失礼しました。同じ一門から駆けつけていただきました。友綱親方も昨年の10月に断髪式を行ったばかりです。元関脇魁聖の友綱一郎親方です。71代横綱鶴竜音羽山三郎親方です。音羽山親方も1年前に引退相撲を開催いたしました。昨年の暮れに音羽山部屋を創設してちょうど半年となりました。71代横綱鶴竜音羽山親方です。続いて元元流山響健二親方です。同じ兵庫県の出身ということなので特別に面倒を見ていただきました。これから先ももちろん世話になります。山響親方です。では続いて伊勢ヶ浜部屋に所属する親方さん人です。元石浦馬垣義人親方です。今月の1日に断髪式を行ったばかりです。現役時代は互いに小さい体で互角の勝負を展開しました。元石浦馬垣親方です。続いて元誉れ富士立山義行親方です。年齢は9つ離れていますが入門は照強関の2年兄弟子です。何度も胸を借りてきました。元誉れ富士立山親方、続いて69代横綱白鵬宮城野翔親方です。照強関が角界に入った時ちょうど横綱白鵬関が双葉山の69連勝に向かっている時でした。もちろん照強関にとっては大きな憧れの存在でした。69代横綱白鵬宮城野親方です。